JR 九州七百八十七系電車。七百八十七系電車。七百八十七系電車は、九州旅客鉄道、JR 九州の交流特急系電車。八百十一系電車の走行システムをベースに開発され、各種試験は七両編成、MT 比六 m 1 t で実施された。デザインは、未踏会事主催のドーデザイン研究所が手掛けており、 落ち着いた車内の雰囲気や、ツバメレディと呼ばれる、客室乗務員による接客や、ビュフェでの軽食の提供など、名列車にふさわしいサービスに対応していた。1992年から2002年、平成14年までの間に、日立製作所及び近畿車両で、計140両が製造され、JR 発足後に登場した特急軽車両として、 初めて製造量数が100両を超えた。1992年、平成4年7月15日から営業運転を開始。1993年、平成5年、第36回鉄道優の会ブルーリボン賞を受賞し、経済産業賞、当時の通商産業賞グッドデザイン商品、現、産業デザイン振興会所館、グッドデザイン賞商品デザイン部門定。 1994年、平成6年、第5回、ブルネル賞を受賞。1994年、鉄道の非制定を記念した、プレイイベントとして、新旧ツバメの出会う時が、東日本旅客鉄道、JR 東日本大宮工場、現、大宮総合車両センターで開催され、梅工事蒸気機関車間の C62 系蒸気、機関車2号機、 JR 東日本高崎運転所、現、高崎車両センター、高崎支所の EF55 系電気機関車1号機と共に展示されたことがあるほか、1993年12月20日には、西日本旅客鉄道、JR 西日本大阪駅での展示会が行われたこともあり、この時は、公衆輸送されている途中で普段は経由しない、 大阪駅に牽引機である EAF66 から100番台と共に示された。ここでは製造時点での構造について記述する。ステンレス構成の783系とは異なり、普通構成である。ただし屋根状など腐食しやすい箇所については、ステンレス孔を使用している。上高扉の横幅は783系に比べ 200mm。 拡大され 900mm とされたが、駅ホーム高さの低い路線にも入線するためステップは引き続き設置された。バリアフリー関連設備が設計変更された、模波787型200番台及び300番台では、乗降扉の幅が 1000mm に拡大されている。塗装は、グレーノータンのツートンカラーとなり、各所にツバメのロゴが配置されている。また、 車体側面の車両形式、車両番号表記も、数字、または文字を一文字ごとに四角で囲む表記が初めて用され、これが以降の未透過デザインの特徴となる。なお、2017年には四角を黒塗りにし、白抜き表記で描かれた車両が登場している。ただし、つまめの配置所、形式、字長、定員表記などは従来通り、国鉄所帯で表記されている。 なお、1999年、平成11年以降に落成した車両には、車端部に転落防止ホロが設置されている。台車は、新設計の DT400K、電動台車及び PR400K、付随台車が採用された。ただし、以下の車両は、試作台車を履いており、長期試験に供されている。制御装置は8 1 1系と同様に、 サイリス体創制御、MM ユニットと発電ブレーキ併用による電気指令式ブレーキの組み合わせで2011年時点では JR 九州で直流直巻電動機を採用した最後の系でもある。電動車ユニットの上、下向きが逆とされ偶数形式が上り、文字項向きであるのも811系と同様である。雲花786系及び 模波786型に装備しているパンタグラフは 811K 以前の菱形に代わり PS400K 型した枠、交差式パンタグラフが採用され、以後の 813K、1000番台以降を除くや 883K でも当周された。ただし後者は2000年、平成12年に全車シングルアーム式に交換された。最高速度は時速ロメートル。 速度種別は、構成車体で自重が増加しているため、軽量ステンレス車体の783系よりも、若干低めで、7両編成で、A28 である。783系や811系と同様に、左に、T 字系横軸マスコンハンドルと右に縦軸、ブレーキハンドル、常用7段非常で構成される。本系列では、 JR 九州の電車として、初めて本格的な乗務員支援モニターを採用した。画面構成は、モンさんと同様で、音声による停車駅接近予告機能や、現在は使用されていないがチャイムによるコモゴモセク4の接近予告を付加している。なお詳細は、当該項目を参照。なお、運転席と客室は壁で仕切られていて、783系とは違い、 客室から運転席は見えない構造となっている。グリーン車の座席は2プラス1列のリクライニングシートで、座席の前後間隔は783系と同じ 1200mm で、あり背もたれ自体の角度と背もたれ上部の角度を別々に調節できる。普通車は一般的な2プラス2列配置のリクライニングシートで、 座席の前後間隔は783系より 40mm 拡大され 1000mm とされた。背面部に収納式のテーブルを設置しているほか、簡易式フットレストを設置している。ただしサ七百787型のセミコンパートメントは、前後幅で 2010mm のコンパートメント内に2人掛けの座席を向かい合わせに配置している。初期の一般普通席は、 座席背面テーブルのみだったが、1993年12月以降に落成した車両には、座席外側の肘掛けにも小型テーブルが追加されたほか、オーディオサービスも提供された。783系のグリーン席で提供された液晶テレビサービスは、利用状況が低かったこと等から採用されなかった。黒百八十六型は、グリーン席、普通席ともに、 座席層か足元にコンセントが設置されている。側面化粧板はダークグレー、床はカーペット式となっている。サハシ787型及び区派787型レバンダイを除く普通車には、客室中央部、ただしも派786型に限り客室前くらい、側に幅 750mm の荷物置き場を設置している。全車とも、 荷物棚には、蓋付きのハットラック式が採用された。七百786経前車には、バリアフリー対応の座席及びトイレを設置している。LED 式車内案内表示器を客室の仕切り扉上部に設置している。表示は上下二段式で、上段は左から号車番号表示、座席種別表示、禁煙表示等、トイレ使用中表示となっており、下段は、 スクロール式情報表示版、8文字分で、見えるラジオを利用したニュース配信も行われるとなっている。スクロール式情報表示での英数字表示は、全角文字である。有明向け申請戦闘車の内語くらい側、は、仕切り扉等が883系に準じたもので、半透明化ドアなどによって、デッキの窮屈さを感じさせないデザインとなっている。 クモハ786系のマイクライ側及びクモロ787型にはスクロール式案内表示器が設置されていない。落成当初はクモロ787型とモハ786系の全車両にテレホンカード専用の公衆電話室が設置されていたが1990年代後半以降の携帯電話普及に伴い、 七百786から104及び200番台、300番台全車で電話機が撤去され、携帯電話コーナーに改められた。本校では申請形式のみ記載する本系列が今までに受けた主な改造は以下の通りである。なお、編成番号はいずれも現在のもので表記している。1994年までに、 模波786系のうち100番台と200番台の間で以下の通り交換がなされた。一次車、0番台、100番台と二次車以降、200番台、300番台で接客設備に違いがあるため、編成内の位置を揃えるのが狙いとされる。ただし、100番台は6両に対して200番台は5両しかなかったため、 七百786から104は交換されなかった。結果、同社は七百786系の一時車で唯一、リレーつばめ塗装となっている。なお、本系列は、電動車ユニット内の未半永久連結機、他はすべて密着連結機である。括弧内は、交換前に蘇生されていた編成である。上記の七百786系の交換と同様に、 1994年までに、サハ787型のうち一部の0番台と100番台の間で以下の通り交換がなされた。両者では座席定員やトイレの有無の違いがあるため、編成内の位置を揃えるのが狙いとされる。括弧内は交換前に蘇生されていた編成である。そもそもサハ787型0番台、100番台ともその 製造時期には、差異があり、1994年度末の時点で、編成と同数の14両ずつが揃ったが、当時の他の1編成1形式車、の七百787系、の七百786系、さ七百787系とは編成内で、車両番号の下2桁が揃っていない BM、BM1.34.15 編成を除く。2000年に、 有明向け BM107 から111編成を蘇生する際に不足する先頭車のうち上り方普通車はツバメの単編成化により余剰となっていたサハ787型100番台から以下の通り改造されることとなったサハ787型の年質元編成は BM10.12 から15編成である2002年から2003年にかけて 九州新幹線、鹿児島ルート部分開業に伴う、リレーツバメへの転用を前に、ビューフェ部分が普通座席車に改造された。これにより、サハシ787型は、全車が佐波787型200番台に、改版され、サハシ787型は背景式となった。また、一部の車両は、外部塗装も同時に変更されたが、 それまでのツートングレー塗装のまま進行した車両もある。詳細は後日。ツバメ用として登場した車両は、すべてツートングレーに、ツバメロゴ入りの外部塗装であったが、その後運用の変更に伴い、以下のように変更された。1999年から2000年にかけ、BM101 から111編成を蘇生する際に、先頭車か改造車を含めて、ツバメからの転用車は、 以下のように変更された。なお、申請された戦闘車は、落成時より、この表記で登場した。2005年より、BM109 編成を皮切りに、車体のジーロが、従前のツートングレーから、リレーツバメと同様のダークグレーに変更された、編成が登場している。また、この変更は、有明専用となった、BM12.15 編成にも施行されたが、9。 ツバメロゴツートングレーから直接、有明ロゴ単色ダークグレーとなった。ちなみに、旧、ツバメロゴが最後まで残っていたのは、BM15 編成で、この変更は2006年1月20日付で完了した。2009年より、リレーツバメと共通運用されることから、有明マークが削除された編成が登場している。2002年から2004年にかけ、リレーツバメへの転用前に、 7両編成及び BM12、15編成を除く6両編成は以下の通り変更された。ただし、申請された中間車は落成時より以下の仕様である。また6両編成はこれに合わせて7両編成とされた。さらに、リレーツバメ運行開始直前に以下のものが追加された。2011年3月12日の九州新幹線。 鹿児島ルート前線開通に伴い、リレーツバメが廃止され、787系は、九州全域で使用されることから、前頭部及び、車体側面部の、ツバメ、有明ロゴは787、アラウンドザ九州ロゴに置き換えられた。また、4両編成についてもダークグレート層、787、アラウンドザ九州ロゴへの変更が進められている。ロゴの変更は、 小倉工場へ重要部検査などのために入場する際に車体再塗装と同時に行われる予定のため大半の車両については2011年3月のダイヤ改正に合わせて車体へシールを貼り付ける形で仮処理を施しているこのため右の写真のように旧ロゴがシールの下に付けて見える車両も多く存在する 2005年10月より、くもろ787から4を皮切りに、くもろ787型全車のトップキャビンを1列3席のリクライニングシートである DX グリーン席に変更する改造が約1年間かけて行われた。改造後の定員は2421人と3人間となった。座席モケットの色は薄茶色と茶色の市松模様で落ち着いた雰囲気と、 なっている。巻き上げカーテンは JR 九州の各車両の座席に一般的に使われる表柄である。改修に際してトップキャビンと一般座席との仕切りは撤去されていなかったが運用開始後ハットラックに頭をぶつける事故が発生したためドアは撤去された。2017年3月4日、ダイヤ改正により日輪、ヒューガ及び 宮崎空港線普通列車となる列車の一部がワンマン化されることとなり、大分車両センター所属者を対象にワンマン化工事が見された。この工事により、車外スピーカーの設置、客室内の防犯カメラ及びワンマン機器が増設されている。これに伴う買い等は発生していない。883K と同様に現在ヘッドライトを LED へ交換している。 一部の BM 編成及び母編成すべては LED のヘッドライトへ交換済みである。以下は2018年3月17日時点での状況について記す。本系列の登場当初は JR 九州のフラッグシップトレインとして鹿児島本線のほか長崎本線や日本本線といった主要幹線にも投入された。しかし鹿児島本線の特急 つばめ、有明あ全列車を787系に統一することとしたため、長崎本線は1996年、日報本線は2000年に一旦定期列車での運用を終了した。その後は、つばめ、リレーつばめ、有明のほか、朝晩の前運用として、きらめき、海洋に充当されていた。二千十一年三月十二日に、九州新幹線、鹿児島ルートが、 全線開通し、リレーつばめが廃止、有明が大幅、減便となって、運用に大幅な余裕が生じたことを受け、九州内の電車特急のうち、ハウステンボス、ソニックを除く、定期列車全列車に充当され、九州で数多く残っていた485系を置き換える役割を果たすことになった、なお、ハウステンボス、ソックも臨時列車や、 運用変更の際に787系が使用された実績はある。2011年4月1日現在、6両編成14本、BM-1 から8.10から15編成。9は、結番と増欠用予備車の左派787型12両が、南福岡車両区に4両編成11本、ナ -101 から111編成が、 大分鉄道事業部大分車両センターに所属している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。